どうも、このチャンネルと申しますですね。本日は契約書大開封会行きましょう。ファイアップ、ということですね。以前来てました、ドリームキャラバンの、ね、キャラバンボックスから出ました S ランク確率 30% 契約書であったり、今までたまりにたまった確率契約書がたくさんありますのでね、今回は確率契約書大開封しまくる会ということでやっていきたいと思います。ゴールド契約書20枚、 10% 契約書が4枚、 30% 契約書が7枚ということで、全てで何枚かな、31枚引いていきたいと思います。行きましょうか。まずゴールド契約書からいきましょう。さあ行くぜ、ゴールド契約書10枚、早速いきます。ファイヤー、あーめっちゃ演出渋いな。あーめっちゃ演出甘いから飛ばします。はい、はい、終わりでした。さあ、あともうあと10発いきますか。今日はただただ契約書を引くだけの動画です。はい、行きましょう。もうラスト10発、ファイヤー。 A ランクも出えへんのは渋いよ。お月出ていく、調子くんレッツゴーしろ。よし、 A ランク、あもう渋い、飛ばす。A ランク、お木沢いいね。いやーこれ A ランクだけか。 A ランクだけです。いやーでも木沢の A ランク出たの嬉しいですね。もう早々に早めの終わりが来ました。 10%、 4枚いきますか。いきましょう。確率契約書ね、マジでもうほんまにこれずっとも僕言ってますけど、これオカルトでね、マジで単発で引いた方がいいです。なんかそっちの方が当たる気がします。いきます。おいよ。じゃあなんで単発じゃないねんっていうのは内緒で、聞かなかったことにしてください。じゃあどうなる。おー来た、グリーンファイヤーからのブルーファイヤー来た。いや来た、素晴らしい。飛んでにっこり笑うやろ。さあ誰が来る。来た、大竹ね。オッケー、はい、散らすね。おキータの A ランクでかい、ありがとうございます。でかい。さあ3枚目来るか。来た、いやいのほまーのまさんはちょっとな、使わんかな。あーさすがにね、1枚だけね。まあギータの A ランクがでかいですね、ここに関しては。ありがとうございます。ということでラスト、30% 契約書を7枚同時に引くというね、荒技をして終わりたいと思います。これにキャラバンがほぼほぼですね。あと秘書とコードの達人ということで、さあこの7枚引いて終わりたいと思います。よし行きましょう。おいよ。さあ月出ていくと、お絶好調。まあまあまあ7枚ありますから、これぐらいの気前のいい演出見せてくれてもいいんじゃないですか、調子くん。おブルーファイヤー、足からの足ブルーファイヤー、いいね。飛んでいく。さあ来ました。いやーにっこり。さあ行きます、ファイヤーファイヤー、一発目から。おお大島大島継承できるかな。大島来ました、ありがとうございます。2枚目、ああ2枚目連続藤井荒野かぶりいらんて。藤井荒野3枚目シリーズ2出たん、 S ランクが出てくれるのめっちゃ嬉しいけどね。さあ次3枚目、はい散らしていく栗林。さあ4枚目いきます。4枚目、はい岡本。さあ5枚目、複数枚引き来てくれ。はい、じらしていく。さあ、6枚目。さあ、これなんか全部 A ランクな気がする。いきます。あ、来た西野。西野は分からんやつが来た、また。どんな感じだったかな、ちょっと忘れました。ということで、次でラスト7枚目ですね。ここまで見てくださってありがとうございます。ということで、皆さん、高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ラスト7枚目でいきたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。来た、Sランク。おぉ、沢村。おぉ、沢村ありがとうございました。S ランク4枚出たな。いや、めっちゃいいんちゃう。内容動向置いといたとして、ありがとうございました。このみかんでした。